どうも、のっちん TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダビー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。今回はですね、川上プリンセスが新しくガチャに実装されました。川上プリンセスは、スピードのね、得意練習のカードなので、今回はスピードのサポートカードランキングをやっていきたいと思います。この動画ではですね、 SR、SSR のスピードサポートカード1000種類について解説していきたいと思いますので、お時間ある方は動画をぜひとも最後まで見てみてください。ということでね、早速ランキング、こちらの表を見ながら、解説していきたいと思います。いろいろ数字が並んでいるんですけども、見るべきところっていうのは厳選されていくので、このね、解説とともに見てみてください。で、今回のランキングはまず前提条件として、練習性能で並べたものではありません。サポートカードというのは練習性能も大事ではあるんですが、イベントとかね、あと所持スキルとか、そこら辺も関係してきます。なんで、練習性能でただ単に並べたランキングではなくて、そのイベントスキルとかも含めてそれのランキングとなっております。で、もう一つ、今回はジェミニ杯で使えるランキングというふうに表示しているので、チーム競技場の採用率だけで並べたっていう感じでもありません。このね、一番右の数字は一応参考に表示しているんですけども、チーム競技場のランカー採用率とかね、スピードカードの中で何位になっているかっていうのをこう表示しているんですけども、これはやはり、対人戦とね、そのチーム競技場のスコア稼ぎでは使えるサポートカードっていうのはちょっとね、変わってくるので、ここはあくまでね、チーム競技場だとこの風になってますよっていう参考の数値となっております。はい。で、あとね、今回のランキングは貫突状況、そしてあとはね、その練習性能に関してはやる気も絶好調の状態でこのくらいですよっていうのを表示しております。で、早速ね、行きたいと思うんですけども、まずはこの川上プリンセスについて解説していきます。で、今回この川上プリンセスの特徴としましては、このパワーボーナスですね、ここが注目のポイントとなっております。で、貫突状態にすると、1凸からなんですけども、ダブルボーナスになります。このカードは、ここが非常に特徴的なところで、ダブルボーナスのカードは他にキングヘイローとゴールドシチ、こちらもダブルボーナスとなっております。この3枚がね、今スピードの中で存在するダブルボーナスのカードとなっております。で、ここら辺練習性能も似ていて、このね、表で見てほしいところ、特に見てほしいのがこの練習性能のところなんですけども、この3枚については練習性能が結構似ているものとなっております。違いとしましては、キングヘイローにはレースボーナスがないので、このレースボーナス10をつけたのが川上プリンセスだよみたいな感じにも受け取ることはできます。で、その逆にですね、川上プリンセスはヒントレベルとかね、ヒント発生率がないという風になっております。なんでね、ちょっとね、そこのヒントがないっていうところでも少しね、評価は下がるものとなっております。で、今回川上プリンセスは、このランキングでは13位になっております。結構強いカードが来るのかなと思いきや、なかなかね、評価が難しいカードになったかなと思います。で、この表でね、まず注目してほしいのがこのね、編集性能のところなんですけども、今回このダブルボーナスでパワーボーナスというところが非常に大きいので、パワー練習支援という項目があります。で、これは、スピードの練習ではなくて、パワーの練習に出張した場合、その練習の効果を、表示しております。同様にこの左のスタミナ練習支援というのは、スタミナの練習に行った場合の、その支援効果というかね、練習効率となっております。このスタミナの方は特にトレーニング効果とやる気効果で決まるものとなっております。なんで、練習性能的にはこのね、四角に囲まれたところを見てほしいです。練習支援合計っていうのは、このスタミナ練習支援とパワー練習支援、この2つの数字を合計したものとなっております。単純に合計したものとなっているので、割るにすると平均になるという感じになっています。で、川上プリンセスに戻るんですけども、川上プリンセスはこのトレーニング効果ね、ここがないっていうところが非常に弱いところになっております。なので、川上プリンセスは練習性能としても高いものとはなっていなくて、逆にね、結構練習性能的には厳しいものがあるというふうになっております。
で今回このパワー練習支援という項目を設けたのは、このパワーボーナスがあるっていうところが注目なんで、まあ、川上プリンセスを救済するためにね設けた項目みたいな感じにね、まあなっているんですけども、このトレーニング効果アップがないことによって、そのパワーの練習に川上プリンセスがいた場合もそこまで高くない性能となっております。むしろトレーニング効果アップがないで、あとねやる気アップもめちゃくちゃ高いっていうものではないので、他のやる気アップがあったりトレーニング効果アップがあるカードに比べても、パワーのこのボーナスがあるにもかかわらず、パワー練習支援の、性能もあまり高くないものとなっております。一応サイレンス塚には勝ってるっていう感じにはなってるんですけども、他のトレーニングアップとか、あとねやる気効果高いカードに比べてもパワーでも劣るものとはなってしまっています。はい、こんな感じがね川上プリンセスの、まあ、練習性能とかの、解説なんですけども、スキルもね結構ねその取るのが限定されているものとなっております。まあ、先行とか、まあ、中距離とかねそういう風に限定されてるんで、まあ、今回のイベントにもそこまで合っていないっていう感じです。根幹距離に関しては一応ね適性があるので根幹距離を取るのはいいんですけども、で金スキルが注目の踊り子なんですけども、このスキルが欲しいのは逃げ馬娘なんですよね。なんですけど、まあ例えば行為追走が先行だったりと、ちょっとねここら辺も噛み合ってないのかなっていう風になっております。で、ランキングがねキングヘイローの方が高いのは、まあこのスキルの面にあります。練習性能はまあ大体同じという風に言ってもいいんですけども、キングヘイローはまあヒント率もあって、さらにまあ今回使える両ババとかね、あとはコーナー回復とかね、そういうスキルもありますし、まあイベントでね素足も取れたりして、ワンチャン普通にキングヘイロー SR の方が、貫突状態で比べると優秀なんじゃないかなというところまであります。まあ一応レースボーナスがないっていうところはあるんですけども、まあ川上プリンセスの性能についてはこんな感じになっております。であとはねゴールドシティがまあ一番下になってるんですけども、これはまあスキルもあまりいいものがないっていうのと、このね青眼なんですけど、これがマイルなんで、まあ今回使えないっていうところで、まあ結構ね使いどころが限定されてくるのがゴールドシティになってると思います。まあシティに関しては回復イベントとかはあるんですけども、まあ練習性能もそこまで高くないっていうところもあって、このヒントテーブルで、コツ最大レベルでもらえるんですけども、まあスキルもねちょっと札幌レース場とかねそこまでいいものではないっていうところなんで、なかなかね厳しいものとはなっております。はい、で次に第11位がサイレンス塚となっております。まあ、サイレンス塚は得意率がね高いというところがありますので、まあ、結構その得意率とこのね、まあ、練習性能と掛け合わせると、まあ練習性能高いというふうにも言われたりするかもしれないんですけども、私はこのサイレンス塚に関しましてはちょっとねランキングを落としております。でそれがなぜかと申しますと、このねやっぱりねトレーニングアップがないところですね。今回この練習支援のね項目設けたんですけども、他の練習にいる時の性能が結構低いものとなっております。で、まあチーム競技場参考なんですけども、ここのね採用率もまあ上の方にあるというわけではありません。でその理由がまあ一応逃げのカードなんで、逃げ馬娘にしか使わないっていうのもあると思うんですけども、もう一つですね、この他の練習にいる時の性能が低いっていうのがちょっとねネックになっていて、採用率が低いものとなっていると思います。はい、で次はですね西のフラワーとなっております。西のフラワーに関しましては得意率がありません。なんで練習性能のランキングでもかなりね下の方になるかなとは思うんですけども、今回まあ少しだけ上げております。西のフラワーはトレーニング効果アップ 10% もあって、まあ他のね練習に行ってもまあまあの効果があるっていうところはまあ評価できるところです。で一応ねこれランキング上げているっていうところなんですけども、それに関しましてはこのね両ババとか、根幹距離ね、これが、ジェミニハイに適しているっていうところで、ミドルスキルを取るには適しているカードとなっております。であとねハヤテ一文字なんですけども、これも一応ねまあ運ゲーにはなってしまうんですけども、発動タイミングがその終盤とかねラストスパートの時だった場合なんですけども、まあ、その場合はね有効なスキルになるというところで、金特殊能力については評価しているところではあります。まあ、ただしやはりねこのね得意率がないというところで、練習の性能があまり安定しないというところがありますので、ランキング10位となっております。はい、そして第9位がですね桜爆心王となっております。このカードは練習性能的に言うとまあ2位とかねそのくらいまであります。まあ、北さんに次ぐスピードの練習性能を持っております。
なのでステータスの伸びはいいです。得意率もね50あって、さらにねその練習の効果も非常に強いというところで、練習性能だけで言うと第2位の効果になっております。なんですけど、このねランキングが低い理由としましては、その、ね、練習性能で評価されるこのツインターボとかね、ビコーベガサス、ここら辺と比べられるんですけども、ここら辺のカードはめちゃくちゃイベントがいいんですよね。なんで桜爆心は今回9位になっております。であとは今回ジェミニ杯は長距離のレースなんで、ここら辺の白スキルがね使えないっていうところ、これがランキングが低い原因となっております。で一応この逃げ焦りとか逃げ駆け引きとか、ここら辺デバフについては生かすことができるので、全部のスキルが使えないというわけではありません。であとはね、凸が進んでる場合、手持ちのサポートカードの中で爆心王がめちゃくちゃ凸してるっていう方は、このね練習性能で採用するっていうので、まあこの爆心王ね採用してもいいです。本当に練習用カードとして採用するなら、まあランキングはねもうちょっと上にしてもいいかなということになっております。はい、で次は成田大神ですね。成田大神についてはランキング上げております。でこれ上げてるのは、まあ、練習性能もまあそこそこというか、まあ悪くはない、トレーニング効果アップがあるんでね、そこら辺はいいものとなっております。であとは今回この成田大神は、まあ、ゴルシュに使えるというところで、追い込み馬娘に適しているカードとなっているので、まあ、今回もゴルシュがかなり暴れ回るということで、成田大神の採用はかなりあるんじゃないかなと思っております。このカードはチーム競技場では採用率低いんですけども、これに関してはまあ追い込み自体がね馬娘の種類が少ないっていうところで、まあ低いものとなっております。ただ今回ジェミニ杯ではねめちゃくちゃ使えるカードになると思うので、ランキングは8位と上げております。はい、続きましては栄進フラッシュ第7位となっております。まあ、このカードは非常に安定していますね。まあ、イベントも非常に強いものが多くて、体力の最大値を上げてやる気も上げてくれるとかね、めちゃくちゃいいイベントを持っています。なんでね、使ってる方も多いんじゃないかなと思います。で今回もランキングも高いものとなっております。で特にね、差し馬娘育成するときには普通に採用していいカードでありますし、であとはね、根幹距離丸も持っているので、今回の、ジェミニ杯にも適したものとなっております。であとはねこの末脚もねイベントで取ることができたりするので、この遠心フラッシュはそのイベント面とかで非常に強いカードとなっております。はい、で第6位スペシャルウィークとなっております。このカードは今回かなり注目が集まるんじゃないかなと思います。今回ジェミニ杯は長距離 3200m でかなりスタミナも要求されるという風になっております。まあ、例えばなんですけども、スタミナ1000超えとか、まあ1200とかでね、さらに金の回復スキルが2個欲しいみたいな感じになってるんですけども、スペシャルウィークに関しては食いしん坊というね、まあ、先行の客室には限定されるんですけども、中盤の回復金スキルがありますので、ここで評価が高くなっております。であとねこのカードにつきましては、一応配布でね完凸することもできたというところなんで、まあビンゴのね運とかもあったんですけども、その無課金でも完凸持っている可能性もあるっていうところで、非常にね強いカードとなっております。まあ一応ねこれね上げませんがあるんで、結構ねこの育成実際にしてみると上げませんに悩まされるっていうところもあるんですけども、まあそこはね馬娘の育成っていうのは、まあ上振れ狙っていくっていうところで、まあ上げませんを乗り越えて育成していくっていう風になるのかなと思います。はい、で続いてがですね、スイープ東証が第5位となっております。まあ、スイープ東証はもうかなり解説されてると思うんですけども、練習性能も高くて、まあイベントもいいみたいなところがあります。スイープ当初はもう結構説明する必要もないぐらい強いカードとなっております。練習性能も強いですし、まあ、イベントもねいいものがあるっていう感じで、この SR スイープ当初についてはもう順位が高いのは皆さん納得のところかなと思います。はい、そして第4位なんですけども、東海帝王となっております。東海帝王は一応ねこのチーム競技場での採用もかなり多いものとなっております。第2位スピードのカードの中で第2位の採用率となっています。でこれ採用率高い理由なんですけども、チーム競技場ではスキルをねかなり盛るっていうところで、まあ、臨機応変とかね、まあこういう客室に限定されない白スキルがね充実していますので、まあ、そのスキルの数を多く取るっていう意味でも強いカードとなっております。
で、あとはね、パワーボーナスありますので、このパワーボーナスでパワーを補うっていうこともできますし、イベントもね、体力回復がいっぱいある、そしてあとやる気アップもあるっていうところで、イベントも強いっていうところ、ここが非常に強いものとなっております。なんで今回言いたかったのは、その練習性能でね、見て東海帝王は練習性能がまああんまり強くないとかねっていう風に思ってる方もいるかもしれないんですけども、まあ練習性能も悪くないですし、非常に強力なカードとなっております。今回ね、ジェミニ杯でも使えるカードだと思います。はい、で次がですね、ビコーペガサスになっております。でこの東海帝王もね、パワーボーナスで注目されるんですけども、今回このパワー練習支援という項目、パワーの、練習にいた時のね、伸びの値を示してるんですけども、これ帝王がパワーボーナスあって、まあ、これ8で、まあ、ビコーペガサスもこのトレーニング効果とかがあるので、ここがね同じぐらいの伸びになっております。ビコペガサスについてはトレーニング効果が 20% あってめちゃくちゃ強いんですけども、やる気効果がないんで、まあ、その点でまあめちゃくちゃぶっ壊れっていう風にはなってないと思います。練習性能はかなり強いので、このねパワーも伸ばしていきたい場合、まあキングヘイローもそうなんですけども、非常にね強いパワーでの練習性能があります。でなんでね、ここでカワカインプリンセスにまあ一応ね触れることになるんですけども、カワカインプリンセスはこのトレーニング効果がないっていうところで、このねパワーボーナスあるにもかかわらず、意外とこのパワーの練習をした時のね伸びがねあまりないっていうところがちょっとね残念な感じになっております。なんで今回ですね、その練習性能とかの採用だと、このね3種類のカードがあるんですけども、この東海帝王でもパワーボーナスがあるんでね、パワーの伸びもいいですし、ビコーペガサスのトレーニング効果アップ 20% を使っていくのでもいいです。でこのビコーペガサスが上な理由なんですけども、体力がね30回復とかね、めちゃくちゃその回復量がねすごいです、ビコーペガサスは。なんでその回復という面でね、そのランカー採用率も高いですし、練習性能も高いというところと、その回復でランキングは高いものとなっております。はい、で今回のねスピードカードのランキングで言いたかったのが、このねツインターボが2位というところです。ここがまあここもかなり注目してほしいところですね。ツインターボに関しましては、そのね普通の友情タックの練習でもまあかなりいいんですけども、それ以外に他の練習にいた時の性能が非常に高いです。ここがですね、ビコーペガサスの方が高いのかなとかね思う場合もあるんですけども、実はツインターボの方が練習の性能が高いです。ビコーペガサスは 20% のねトレー効果アップがあるんで、めっちゃ強そう見たくなるし、まあ実際強いんですけど、実はツインターボの方がね、その他の練習にいる時の伸びがいいです。でこれはなぜかと申しますと、このねやる気効果アップ、まあ今回ねやる気が絶好調っていうのは条件ではあるんですけども、まあ、絶好調維持してね練習していった場合、この 75% にも及ぶやる気効果アップ、これが非常にでかくて、他の練習した時の伸びが、まあ、めちゃくちゃ高いです。なんでまあここで見てもらってもいいんですけども、そのね他の練習いる時にも強いっていうのがツインターボの強みの一つとなります。でツインターボもう一つ強いところがあって、イベントを打ち切れるっていうところですね。それが非常に強い評価できるポイントです。最近ですね、育成していると結構ね、まあ例えばマエストロのイベントが完走しなくてもらえなかったとかね、ちょいちょいそういうことが起きます。まあ、デッキの構成にもよると思うんですけども、そのね確定でもらえるものでも、そのイベント3回来なくてもらえなかったっていうことが、まあ、実際あると思います。そこでツインターボの場合はイベントを打ち切ることができるので、そのイベントの邪魔をしない。なんでね、まあ、練習性能も強いですし、イベント打ち切りもできるっていうところ、まあ、逃げ馬娘だったらイベント進めていってもいいんですけども、他の逃げ以外でも打ち切りで使えるっていうところ、そこが非常に評価が高いものとなっております。はい、で最後ね1位は北三ブラックですね。北三ブラックはもう解説しなくていいですね。めちゃくちゃ強いです。イベント強い、性能強い、練習性能も強い、スキルもコーナー回復とかめちゃくちゃ強い鬼です。まあここはもう解説しなくてもみんな1位だと分かってるんでいいと思います。ということで今回はジェミニ杯におけるスピードサポートカードのランキングを表示しました。まあちょっとね今回押さえておいてほしかったのは、まあツインターボ、ビコーペガサス、東海帝王あたりはかなり強いと思います。でもともと評価されているスイープ投手もねランキング高いものとなっております。であとはねスペシャルウィーク、ここも今回回復の金スキルがあるということで注目が集まると思います。
で、あとはですね、今回川上プリンセスについて解説したかったんですけども、新しいね実装されて今ねガチャがあるんですけども、かなりランキングは低いものとなってしまいました。まあ、一応採用のポイントとしてはイベントはね、まあ、悪くないものとなっているので、まあ、注目の踊り子をつけたい場合は、まあ、確定入手なんで、まあ、その場合は、この川上プリンセスを使うっていうのもあるかもしれません。まあ、なんでね、どちらかというとチーム競技場向けなのかなっていうところですね。金特殊能力を取るために入れるっていう感じなのが川上プリンセスとなっております。はい、ということで今回はですね、川上プリンセス実装後のスピード、SSR、そして SR のサポートカードランキングでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらね、ぜひとも高評価の方よろしくお願いします。次の動画がですね、一応その回復金スキルとかの話とかもしようと思っていますので、チャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録してもう一本動画を見てみてください。それではのっちん TV でした。ご視聴ありがとうございました。またな、バイバイ。